ではちょっとトランプを使ったマジックをお見せしたいんですけど、トランプのマジックってご覧になったことありますか？生ではないですか？よくトランプのマジックで1枚こう全部バラバラなんですけど、1枚選んでもらってそれをカード戻してもらって混ぜてどれを選んだか当てるみたいなですけど、今日はブレインダイブなのでそういう風にしません、はい、不可能な状態でカードを当てるというのをやりたいんですけど、じゃあ堤さんにカードを渡します、はい、で自分で1枚見て好きなカードを選んで、で選びましたら手にこうやって見えないように挟んどいてほしいんです。自分だけでトランプを美咲ちゃんに全部渡します。そうで、美咲ちゃんはカードを自分だけで見て、ママにも教えない、カメラにも見せない、僕にも誰にも言わない。トランプ決めたらそれを見えないように手にこう挟む。できるかな。一回挟んでみようか。見える？見えないかな。大丈夫かな。多分そうやったら、うん、こうやったら多分ギリギリ数字とかギリギリ見えないね。反対向けとこうか。反対向けて、そう、それでやってみましょうか、うん、で、じゃあママも1枚選んで、はい、美咲ちゃんに見せないで、はい、1枚手に挟ん、見せない、はい、で、手に挟んで残りのカードは置いちゃってください。ママでっかいからできるでしょ。ママできるね。できる。じゃあ僕後ろ向くから1枚ずつ、はい、OK、 ちょっとお二人に1枚ずつ選んでもらいたいんですが、はい、僕が絶対分かんないようにしたいのでトランプを預けます、はい、で僕はトランプ一切触れずにブレインダイブで当てます。ブレインダイブはだからこういうところがすごくて、はい、そうなんですよ。で自分でカードを1枚見て選んでください、はい、で選んだらそのカードを手でこうやって挟んでおくだけです、はい、お一人ずつで残りのカードはポケット入れていただいても結構ですし、はい、まあ、どっか置いといてもらって、はい、で僕後ろ向いておきます、はい、僕後ろ向いておきますんでカメラにも見せなくていいです、いいですか。自分のカードは自分で覚えておいてくださいね。いいですか。はい、で手蓋しといてくださいね。OK、 じゃあ向き直りますよ。僕に見せないでくださいね。僕は今からいくつか質問しますので、はい、何を言われてもいいえって言ってほしいんです、はい、はい、いくつか質問するので何を言われてもいいえって言ってほしいんです、はい、何を言われてもいいえでお願いします、はい、いいですか。何を言われてもいいえって言ってください。はい、いいですか。いいえまだです選んだカード赤いカードですか。いいえ。黒いカードですか。スペードですか。いいえ。数字の札と絵札ってあるんですけど、選んだのは数字札ですか。いいえ。絵札ですか。いいえ。11ですか。いいえ。12ですか。いいえ。13ですか。いいえ。スペードのキング開けてください。すごい。当たってる。すげえ。ありがとうございます。選んだカードは黒いカードでしたか。いいえ。赤いカードでしたか。ハートでしたか。いい。ダイヤでしたか。いい。1でしたか。いい。2でしたか。いい。3でしたか。いい。4でしたか。いい。5でしたか。いい。6でしたか。いい。7でしたか。いい。ハートの7です。開けてください。すごい。開けてハートの7ですよね。はい。待って、選んだカード赤いカードですか。いい。ダイヤですか。いい。ハートですか。いい。1ですか。いい。2ですか。いい。3ですか。いい。4ですか。いいえ。5ですか。いいえ。6ですか。いいえ。7ですか。いいえ。8ですか。いいえ。9ですか。いいえ。ハートの9だと思います。
下上げてもらっていいですか。ハートの9合ってますよね。頭の中で、そのマークと数字に集中してほしいんですけど、今度は質問しないので、質問しないので脳に直接潜り込みますし、頭の中で何とかの何っていうのをイメージしてほしいんです。何とかの何、何とかの何、頭の中で口には言わないで、そう頭の中で連呼してほしい。そんな感じで、そうハートの8、ハートの8、ハートの8と、はい、ハートの8です。開けてください。ハートの8ですよね。はい、合ってます。すごい、それも連続してる。はい、ハートの7とハートの、はい、2人の相性がいいからです。はい。美咲ちゃん質問しないから頭の中でそのカードのことだけ集中、頭の中で読んでみて、頭の中で口には出さないで頭の中でそのマークと数字を頭の中でイメージ、そうそんな感じ、そう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 、いい感じ、そんな感じで、ハートの3、ハートの3、ハートの3っていい感じですよ。ハートの3、ハートの3ですね。柳原さん、はい、頭の中で、はい、柳原さんは一気に読み取ります。あ、はい、はい、私は一気に、はい、頭の中で選んだマークと数字をしっかりイメージしてください。何とかの何、何とかの何、頭の中で連呼するんです。頭の中でそんな感じで、そうハートのクイーン、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 すごい合ってますよね。合ってます、はい、ありがとうございます。頭の中ではこうちゃんと映ってたよ、こういうマークイメージしたでしょ、うん、そのイメージは僕は伝わってくるからハートだっていうことは分かった。そう、ありがとうございます。これがブレイン、素晴らしい、すごい、はい、ありがとうございます。これがね、ブレインタイプ。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。